ハロートマントマンジャパニーズステーション、アク立花慎治、アクバブルス、ベネブスタジオへようこそ。イエーイ。言っちゃう。はい、はい、今回ですね、僕たち、デネブのデネブスタジオは今回3回目のエピソード3となっております、はい、ティガーというわけでですね、最近のデネブの活動やイベントなどということですが、はい、まあ、前回にも引き続いて、自粛生活がずっと続いておりますけども、我々クラウドファンディングというですね、日本の方やインドネシアの方も含めてご協力いただきました、たくさんのお金が集まった企画で今からよさこいなる子踊り、百花繚乱さんのメンバーさんと一緒に MV ミュージッククリップを作って、皆さんにお届けできればいいなという企画を最中、まあ、作っている最中なんですが、はい、まだ今制作ができないので、まあ、いけないもんね、インドネシアに行けないの でお返しのリターンとして、そのクラウドファンディングのね、お返しのリターンとして作った物品を今日は皆様に紹介しようと思います、はい、ただこれ皆様にお渡しできるわけじゃないので、はい、あれなんですが、まだね、もし自慢になりますけど、まあ、もしね、これからいろんな企画とかね、この番組で設けれて、視聴者プレゼントみたいな感じのことがあれば、こういった商品も出てくるかもしれないということで、商品見せに行きますね。はい、はい、こういったそれ、はい、CD、 今更 CD なんて聞く人聞いてるんかなと思うんですけど、CD ですね、はい、作りました。そしてもう一つですね、これナルコナルコナルコ、バブルスナルコと立花ナルコということでですね、はい、こういったナルコよさこいの時にこうやって鳴らしながら舞うわけなんですけども、はい、こういったものを作りました。他にも、ちょっと長くなってすみません、こういったね、デネブトートバーグ、はい、デネブのメンバーがドラゴンクエスト、ね、ゲームになったらどうなるのだろうか、そんな感じのイラストになっております。はい、これもね、リンさん、リン画伯がですね、はい、こちらをデザインしてくれました。わあ、というわけで、デネブのニュースというかですね、皆さんにお伝えできることはこちらとなっております、はい、それでは今日のエピソードは最近のインドネシアで話題になっていることを見てみましょう。イエーイ。はい、それでは話題1、今時の結婚式、持参金が e ウォレットの GoPay で用意する。はあ、はあはあ、はあ、日本でいう結納、結納みたいなやつね。うん、なんか大きな封筒にお金を入れて渡すか、そうそう、あのすごい船の作り物みたいなやつを両家で交換するとかっていうのも古いやり方ではあります。結納でね。はい、さて見てみましょう。対面なの？向こう側が手前でお嫁さんが、あ、奥かな？多分そうかな？でもマスクしてる。それを GoPay で。そうか、だから今やり取りしたのは GoPay。 あ、本当だ、 GoPay ってやってる。あ、すげえ、ありな。いや、でもこれからはありになっていくんじゃない？だって日本ってさ、そのこんな袋、うん、袋をちょっとでも角、紙の角がちょっとでも折れたら失礼っていう状態で、中に入ってるお札も向きが絶対決まってて、で、
すごい新札の綺麗なやつじゃないと絶対ダメみたいな。じゃあ日本って そこまで決まってるやつが変わるのか、日本もペイペイになるのか。日本はまあ GoPay じゃなくてペイペイっていうのがまあ流行ってるって流行ってるんですけど、まあ、これちょっと難しいなと思うのが、結婚式って昔ながらのやり方でやるじゃないですかね。まあしきたりもあるし、各土地土地でやり方もあるけど、うん、やっぱりもう世界中世の中がやっぱりこうキャッシュレスっていうのをもう推進してる中で、ここでまたお金ドン集めて、まあね、なんかもうね、ベタベタベタ触ったものをボンって渡して結局それをお財布に入れるみたいな、まあお財布じゃないでしょうけど、そのね、そのやり取り自体を、まあ、ちょっとこう変えていく必要があるっていうことなんかな多分。でもどうだろう、日本でそうなるかと言われると僕はそうなってほしいと思いますね。おお、だって日本もそうですけど、まあ、インドネシアもそうだと思いますけど、現金をこう必ずやらないと失礼とか、まあね、そういうのってもうかなりガラパゴスな考え方だと思うんですよね。取り残されてっちゃう結婚式なんてそのうちあれよ、あのお見合いとか結婚式もあのインスタライブとかで行われるかもしれない。ズームとか。そう、あでもまあ今ねコロナで会えないからズームの配信で、ね、で配信で、こっち新郎新婦が配信して、うん、みんなズームで見てるっていうのは確かに今あるのはあるけど、あれが新しい形、それはあるかもしれないよ。でもそういうのがオンラインでできたり、そのキャッシュレスでできるっていう流れっていうのは多分絶対あった方がこれから流行っていった方がいいと思いますよ。ドレス着て受付行って携帯出してペッてやろう、うん、コンペイっつって日本だったらペイペイって言うけどコンペイっていう感じになるんじゃないですかね。はい、今回の大元教に関しましては、結納金、結納金、まあ結納、うんそうね、日本だと結納金というので、それを、はい、インドネシア語で言うと、せーの、ウワンマハル、メトゥルオケーでございます。はい、そう、これマハルね、マハル、あ高いはマハル、そうマハル、マハル、え違うの、あ R が違う、そうそうそう、マハルなのかマハル、マハオかマハル、なんかこれってちょっと結納が高いみたいな感じのちょっとつながってる感じありますよね。あのウワンマハル、マハル、高い値段の方をじゃあ言ってみましょう、はい、せーの、マハル、オッケーです、ありがとうございます。それでは次のトピックに進んでまいりましょう。話題ドゥアー2ですね。はい、それでは行きましょう。くしゃみでバイラルになった、どういうこと、くしゃみがバズる、気になる気になる、これなんで、はい、はい、ちょっと動画を見てみましょう。女性出てきたよ、え女性、くしゃみの女性、学生さんだ、学生さん、ね、ええっと、もう一回、もう一回、スカリラギ、もう一回、どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？絶対面白いけど。すげえ。5日間で870万回再生？再生。870万再生。ライクが61万6400回。コメント1万ですよ、すごいね、どうしてすごいな、はあ、へえ、すごい、やっぱりあれですね、なんていうのかな、面白いぞ、これ俺たち面白いぞってやると全然みんなクールだけど、まあね、たまたま起こった奇跡ってやっぱ面白いんですね、やっぱりね、そこだね、そこだね、なんか奇跡起きないかな俺たちほう、はい、もう一つ
2時間何もしない動画。え？2時間？はい、どうぞ。本当だ、2時間あるよ。これ2時間20分やったと思うんですよ、これ。あ、はい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 。え、まばたきは？え、まばたきはした。この人、暇だね。コロナはこういうのも生むのか。コロナだからこそできる、成し得る技ですよ。そうかもしれない。でもちょっと微妙に斜めなのが可愛いね、ちょっとね。ドゥアジャム100万回え、400万回2時間見たの。すごい、この人登録者何人いるんだろう。これでめちゃ増えたとかね。え、増えるよね、こんな面白い人。すごい。じっとしてて、じっとしてて、5万人のフォロワー、もうこの人食っていけるよ、これで。動かなかったら動かなかった、動かなかったら食って、動いたら食っていけないよ、この人。動いた瞬間に、あー見て見て、こう動いたらブーってなるか、動いたーってなるかだよね。俺そっちかな。まあ日本で同じようなことはあるかっていう思うとですね、日本でなんかこう流行る何かって、基本的に可愛い女子高生が、ルチューなね、女子高生ね、学生さんとかこうやって踊ってたら、あの何、あの縄跳びのダンスとか、あの二次優のやつとかね、踊ってたらね、すごい回数いくから、何かをするっていうことでやっぱりこう、ね、回数を稼いでるなってすごく思うんですけど、はい、それではここでインドネシア語をさらに勉強していきましょう。今回の、はい、お勉強の課題はくしゃみ。くしゃみってなるやつですね。くしゃみ、インドネシア語で言ってみましょう、はい、せーの、ブルシン。次のトピックに進んでいきますか。はい、それでは話題3、ダブル炭水化物、インスタント麺にご飯。あー、これは出るの、私たちとしては、炭水化物、温炭水化物というのは、ね、ありですね。デフォルトですね。うん、ええ、デフォルト。そうですね。え？ああ。パッケージに？あ、ポップミー。ポップミー。ポップミー好き。は。パケなし。なんかパッケージされてるなしや。すごい。え、中でなしが固まってんの？とりあえず見てみましょうよ。あ。なしある、真ん中に。ほんまや。今、なし、うわっ、ね、ほほほほほ。え、でもこの下にポップミーの麺があるんですか。麺あったよね、さっき。あったよね。あった。ほう。これは新しい。ね、これをさ、うん、日本でカップ麺、麺食べた後にご飯入れる人はいるよね。ああ、まあまあ、実際のね、そうね、ご飯だけど、持ってくることはあったね。そう、お湯入れてご飯もできちゃうの、すごいね。すごいね、ポップミー、パッケージなし、限定版、ワンボックス10個入りで6万ルピア、安っ。へえ、すごい。でもポップミーって、インドネシアだけにとどまらず、インドとか、そこそこマレーシア、各国で売れてるから、ものすごく大きな。日本にだけないんだよね、ポップミー。あ、たまに置いてある。マジで？うん。俺見る、なかなか見ることがない。なんか輸入系のものがいっぱいある食料品屋さんがあるんだけど、あっこに行ったらあるけど、なかなか見ない。すごいね。でもご飯が乗ってるって言って、結構日本のカップラーメンって、まあね、麺だけなんですけど、最近結構出てるんですよ、ご飯のカップ麺、ご飯のカップ麺、カップご飯、
お湯入れるとカレーができたり、お湯入れるとなんか味噌煮込みみたいな、おじやみたいな、おじやって分かるかな、こうご飯とスープを混ぜたようなものみたいなのはあるのは知ってましたけど、これでも有名な、だから本当に外アヤムのだってポップミーでしょ、ね、美味しかった、これ美味しかった ね、うん、ポップミーにもうそもそもご飯入れちゃってる系は、要するに日本で言うと、カップヌードル、日清のカップヌードルみたいなやつにもうそもそも入ってるんでしょ、うん、そうご飯。それではまあここでインドネシア語をまたさらに勉強してまいりましょう、はい、それでは今回の課題は炭水化物ですね。炭水化物、炭水化物、長いよ長いよいい、 OK、 せーの、カルボヒドラット。あーちょっとこれはカルボヒドラ、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 カルボヒドラ、長い。せーの、カルボヒドラ。ベッド。はい、それでは今回の、放送に関しまして、本日の感想をバブさん言ってみましょうか。本日どうでしたか。3つかな、全部ね。いやなんかね、しきたり、まあさ、一番初めのその結婚式のやつだけど、うん、しきたりって。なんかこうちょっとずつ、まあ、日本もまあ崩れてはきてるじゃない、うん、だけど無理やりでもそこのしきたりをやろうとするじゃない、日本人って。あ、なんか、ね、そうそう、この風物詩をなくしてはならないみたいな、なんかそういう、でもその確かにそのね、残していくのはすごい大事だけど、新しい方に行くのも、まあ、確かにね、取り残されるよねとは思うけど、私はでもこっち派かなってちょっと思った。なんかやっぱ残していくべきものは残すべきなんじゃないかなとちょっとなんか思っちゃった。それに関しては多分僕、まあね、11歳違いますから、ちょっと発想違うかもしれないけど、はい、多分意味のないしきたりって、うんうん、まあ、昔は意味があったけど時間が経って今となっては言い伝えられすぎて、なんでやってんのかがわからないしきたりというのがある。これはある、ある、多分全部ゴーペイした方がいい。あ全部ゴーペイって支払った、ね、うん、支払った、無駄な紙を使わないってこと ね、 そういうことですね。2回目なんでしたっけ。2回目はあの白書の人、あ、くしゃみだ、くしゃみ、クッションの人ほんと短かったから、今こう座ってくしって言って終わったよ。次回はね、次回はじゃあ僕たちあのブルースインでスタートしましょうか。せーの、ブルースインスタートする感じにしましょうかね、はい、いやでもあの子ね、せっかく今から何かやろうと思ったのに、ね、くしゃみで終わっちゃってかわいそうですね。ぜひとも多分もっと皆さん注目してあげてくださいね。よろしくお願いします。ネブもよろしくお願いします。お願いします、はい、で3つ目が、3つ目があれ、ガルボヒドラ、そう炭水化物、ガルボダンガルボ。いやこれはでもね、糖尿病になってみて思いますけど、はい、気をつけた方がいいですね。あの非常に体に悪い、あのその食品自体は非常にいいんですけど、そう、美味しいんだよね、これもまたね、そう、美味しいからこそやっぱり闇が存在するなと思うんですが、ポップミンさんのあの商品に関しては何がいいって量が適量、あ、そう少なめ、ちょっと少なめなんだよね、あくまでそのラーメンとお米を楽しめるよっていう、うん、その一つの体験を売ってる。あ、まあね、そのポップミーがお米入り出したよっていうことじゃなくて、うん、ポップミーを食べながらご飯で食べる人いるでしょって、あれをなし食べる人いるでしょって、うん、それを私たちは一挙に体験させてあげますよっていうサービス精神の売り方だから、俺素晴らしいなって思ってます。ポップミーさん CM ソング作らせてください、よろしくお願いします。はい、今回のエピソード3も終盤やってまいりました、はい、今回もどうも皆さんありがとうございます。はい、もしも皆さんからのリクエストあれば、皆さんのコメントの方にぜひともこちらに書いてください、僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたら、ジャパニーズステーションのチャンネルにライク、コメント、またチャンネル登録してね。次回もお楽しみね。サンバイジュンパイ、イエーイ。
コメント見てるからね、また絶対それやるからね、コメントみんな書いてね、コメント見たやつ絶対やるからね。